海道の自然が好きです。北海道の広い大地が好きです。北海道の食べ物がいいです。北海道の自然が好きです。北海道の豊かな景色、そしてカレンダー通りというよりはもう寒い時は本当に寒い、厳しい、雪がすごい、全てが大好きです。北海道のみんなの大好きを守ります。新党国盛り。私たちは新党国盛り、新しい政党新党国盛りと申します。新しい政党を立ち上げ、そして自由民主党が真っ当な政治をできなくなった今の現状の中で、私たちは立ち上がってきたわけであります。新党国盛り、新しい政党新党国盛りと申します。私たちはまず北海道の土地が危ない、北海道の土地がどんどん外国資本に買われている、それも中国資本、中国という国はどういう国でしょうかという問題があります。中国資本が今どんどん買い進めている、この北海道の土地、これをちゃんと戻さなければならない。私たちのふるさとでもある北海道の土地がどんどん外国資本、それも中国資本に買われています。中国という国は今ウイグルで民族浄化をしている、これは北海道新聞が紙面で書いております。民族浄化をしている国、それが中国である。この民族浄化をしている中国の国が今北海道の土地をどんどん買い進めている。この問題に関して自由民主党は全く規制も何もかけてこない、政権与党が何もしてこないという中で、私たちはこの問題しっかり規制をかけなければ危ない。そして今や中国の国内では32番目の省が北海道であるとまで言われ始めている。この現状の中で私たちは4年前から、今の政府にまた道議会に規制をかけてくださいって、北海道の土地がなくなってしまう、私たちのふるさとの土地がどんどん中国資本に買われ続けるということを訴えてきました。しかし全く今の政権与党自由民主党は動こうとしません。その中で私たちはついに立ち上がる決断をしたわけであります。私ももともと自由民主党の党員であり、それから札幌市脇田区新川の青年局長もやりました。しかしこのように私たちのふるさとの土地を守るという意思がないのであれば、保守の政党とは言えないということで、私たちの仲間、10名において今回の参議院選挙を戦うという決断をしたわけであります。全国、北は北海道から南は沖縄まで私たちの仲間10名が立ち上がっております。皆様方には新党国盛り、新しい政党新党国盛り、保守の政党です。自由民主党がもう保守の政党でも何でもなくなってしまった、この状況の中で私たちは立ち上がる決断をしたわけであります。皆様方にはご支持ご支援をいただきたい。そして北海道の土地をしっかり守って、子どもたち、そして孫たちに手渡さなければならない責任を私たち大人が持っているということであります。北海道の土地が危ない、先ほども言いましたが、中国では32番目の省は北海道だとまで言われている。そしてその中国ウイグルでは民族浄化をし、子どもたちに強制労働をさせています。ウイグルの問題、習近平主席はそんなことやっていないと、ウイグルでは真っ当な統治をしているということを言い続けておりました。フェイクニュースだということを言っておりましたが、しかし新疆ファイルというのが流出し、そのファイルによって結局はやっていたんだということが世界中で明らかになったということであります。そしてこの日本、未だにウイグル人権非難決議、ウイグルでそんなひどいことをしているんであれば、まずは人権非難決議を出しましょうという世界の流れの中でも、日本の国は未だにウイグル人権非難決議一つ出すことができない。ウイグルでは子どもたちが強制労働させられ、そして多くの人たちが強制収容所に収容されている。そしてその中では臓器摘出までされている。このような現状の中、中国という国がどういう国なのかということを私たちは目の当たりにしているわけであります。この国が今北海道の土地を買っている、ニセコの土地ではもう日本の不動産会社は手をつけることもできない、そのような現状になっている。またこの近くであれば浦野とかいろいろな観光地、
それから水源地、農地、こういうような土地をどん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 買い進めている。この国に外国資本がそのような状況で買い進める、その行為に対する規制が全くないから外国資本がどんどん買い進めているわけであります。私たちは何としてでも北海道の土地を守らなければならないということで立ち上がったわけであります。日本の国の国土を守らなければ誰がこの国を守るんでしょうか。そして国民は今北朝鮮に拉致をされたまま未だに帰ってこない。800数十名を超える特定失踪者を含めると800数十名を超える日本国民が未だに北朝鮮で拉致されたまま、それも北朝鮮は拉致をしたと言っている。それにもかかわらずこの国では取り返すことができない。この現状の中で、もう保守の政党でも何でもない自由民主党、もう引退、退場してもらう、政治の世界から退場してもらうしかない。このままではこの国を守れないということで私たちは立ち上がったわけであります。保守の政党、新党国盛り、保守の政党、新党国盛りです。もう一人私と一緒に4年間戦ってきた本間奈々は札幌市長選挙自由民主党公認で戦いました。しかしもう全く今の自由民主党に期待ができないということで、一緒に4年前から戦いを続けてきたわけであります。私たちは自由民主党がちゃんとやってくれたんであれば、このような行動を起こさなかったということです。しかし自由民主党は何ももうしてこない。安倍首相に至っては移民法まで通した。移民をどんどん入れる。中国の人たちが移民に入ってきて、そして帰化をしてくる。そうなると選挙権を持つことになる。このような流れの中で日本がどん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 日本の国体自体を壊されてくる。この中で私たちはもう声を上げざるを得ないということで立ち上がったわけであります。自由民主党にまずは異議申し立て、このような形の中でこの国を守ることができますかということであります。またもう一つ、北海道では、北海道の歴史階段、これがどん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 進んでいる。例えばアイヌの方々が先住民である、これは国会決議をしてしまった。アイヌの方々は先住民である。私たちは学問的にもアイヌの方々は先住民なんでしょうか。先住民の定義を教えていただきたい。またアイヌの方々は鎌倉後期にこの北海道の歴史に登場してくる。そして、縄文遺跡を見ても分かるように北海道の先住民は縄文人、縄文人ということは日本人が先住民であるということになるわけで、その中でも、アイヌの方々は先住民ではないのではないかというような学問的な疑問を提出したとしても、みんな、アイヌの方々を支持している方、アイヌの方々が先住民だと言っている方々は私たちにヘイトスピーチだ、差別主義者だというようなレッテルを貼ってくる。このような歴史改ざんがどんどん進んでいる。その中でアイヌの方々は私たちは先住民だから鮭を取ってはいけない時期にでも鮭を取る、そして先住民の権利だと言い出した。そして北海道の中に、自治区を作れという話まで出てきたんです。そして札幌にある100年記念塔、開拓の慰霊、それと感謝の塔であります、開拓のシンボルとも言われている100年記念塔が今解体されようとしています。表面上は老朽化であるということを言っておりますけれども、基本的な流れの中ではアイヌの方々が開拓の歴史は侵略の歴史だ、開拓の歴史は侵略の歴史なんだというレッテルを貼り出した。そのことによって開拓に関係する全ての問題を消そうとしています。100年記念塔、開拓慰霊の塔である100年記念塔が徐々に徐々に解体に向かっています。北海道議会では全く議論もなしに解体予算だけをつけて静かに解体をしたいということであります。この問題も私たちはもう4年前からずっと解体はさせない、解体をさせない、我々の開拓の歴史は侵略の歴史ではありませんということをずっと言い続けてきました。そして本当であればこれ自由民主党が守れた話なんです。しかし自由民主党の同会議員全く声も上げない。この中で開拓記念塔が壊されようとしています。また今の北海道知事が決断すればこの開拓記念塔、100年記念塔、これを守ることができるんです。しかしそれさえ今の知事は、行動を起こそうとしていません。この現状の中で私たちはもうこの自由民主党および政権与党である公明党、この政権においてもうこの北海道の歴史を壊し、そして国土を取られ、このようなまま放置をしているようであれば私たちが立ち上がり新しい政治をしていくしかないということで立ち上がった政党、新党国盛り、新党国盛りであります。
私は北海道選挙区から今参議院選挙を戦っております澤田栄一、新党国盛北海道を代表しております澤田栄一と申します。そして4年間一緒に戦ってきた本間奈々は今全国比例で戦っております。今全国から、選挙区8名全国比例2名という形の中で新党国盛新しい政党新党国盛を立ち上げ戦っているところであります。皆様方には何とぞ新党国盛に対するご支持ご支援をいただきたいかように思います。このように今大変な北海道が状況になっている。そして今尖閣では中国の船がもう連日領海領空侵犯を続けている。昨日の北海道新聞ではこれにロシアの船が参加をしてきたということであります。中国とロシアが手を組まれる可能性が出てきたということであります。そしてロシアは北海道は我々の権利だと言い出しています。北海道は我々の権利だ。この状況の中でロシアと中国は手を結ぶというようなことになった場合、北海道は本当に危なくなる。かなりの覚悟を持って守らなければ北海道を守ることができなくなるということであります。ウクライナであのような行動を起こしたロシア、それが北海道に向けて我々の権利であるということを言い出した。そして北海道の議員もまた知事もこの問題に関して一言も声を上げてこない。北海道がロシアの権利であるわけがないということさえ言うことができない。中国が尖閣に領空領海を進めている。この状況の中でも中国に対して遺憾である遺憾であるしか言えない。これが今の自由民主党政権であります。何を守ろうとしているのか、国民並びにこの領土を守るという意思が全くない。それであればもう保守の政権でも何でもない、保守の政党でもないということで私たちは立ち上がる決断をしたわけであります。新党国盛保守の政党です。新しい、政党新党国盛この国を守り、この国を守らなければ子どもたちが大変な目に遭う。ウクライナを見てください。女の子が9歳の子を左手を飛ばされていた、このような写真が出ています。それからシリアでは、お兄ちゃんがいなくなって1週間後に、臓器を取られゴミ捨て場に捨てられていた、このような現実があるんです。移民難民このような人たちが一番最初に不幸に遭うのは子どもたちである。弱いものに来るということなんです。だからこそこの国がしっかりしなければ、この国が真っ当な国になっていなければ子どもたちもそして弱い女性この方たちも守ることができないということなんです。だから私たちはもうこれ以上待つことができないという中で立ち上がったわけであります。私たちは新党国盛新しい新党国盛という政党であります。保守の新しい風という形の中で自由民主党がもう保守の政党でも何でもなくなった。領土も守らない、国民も守らない、そして主権である自衛権さえ、もうあやふやな状況になっている。この国の状況をほとんどこれではもう大変なことになる。そして先ほども言いましたが中国が着々と北海道に静かなる侵略、尖閣では海警局の船がもうほとんど常駐をしている。私たちは尖閣に32回船を出してきました。32回船を出しました。しかしもう今や日本の政府が尖閣に近づけてくれることさえしてくれない。尖閣で漁業活動ができない。私たちはなぜ尖閣で漁業活動をしたか、それは尖閣で実効支配をしているのが我々日本人である日本であるということを示すために、漁業活動をしたわけでありますが、今や政府が尖閣まで行かせてくれないという現状であります。このような中私たちは一つずつ行動を起こしてまいりました。4年間、北海道の土地が危ないことも訴えてきた。そして北海道の歴史が改ざんされている。このような歴史の中で子どもたちにこの改ざんされた歴史を教えるわけにはいかない。それは先人たちの名誉、この大地を開いてくれた先人たちがどれだけの苦労の中でこの大地を開いてきたかということを考えたときに、私たちは歴史、北海道の歴史、開拓の歴史が侵略の歴史だったというような話だけは絶対に、これを通すわけにはいかない。この問題をしっかりと反論を上げながら戦っていかなければならないということであります。このように今北海道は危機的状況にあります。そしてもう北海道を今の自由民主党では守れない。未だに同じような政治をやれば、この国が持つと思っているこの自由民主党、しかしアメリカが守ってくれなければもう日本を守ることさえできないんです。
だから私たちは立ち上がったわけであります。アメリカはもう守ってくれません。自分たちの国は自分たちで守れという真っ当な話の中でアメリカ軍は撤退をするでしょう。それは、アフガニスタンで行った行為と同じ行為を多分日本で行ってくる可能性があるというわけであります。この中で私たちは何としてでも北海道を守り、そして北海道を守ることが日本を守ることにつながるんだということを、訴えをしながら今参議院選挙を戦っているところであります。新党国盛、新しい政党保守の風、新党国盛、北海道選挙区は私沢田栄一が立候補しております。そして、全国比例では本間奈々、私たちと一緒に戦ってきた同志であります。本間奈々、4年間一緒に戦ってまいりました。毎週街頭演説会を開催をしながら、この国が危ないと、このままの政治では持たないということを訴えてきた、その本間奈々が全国比例で今戦っております。このような中、この国の危機の中でみんな目覚めなければならない。私たちもそうです。みんなで目覚め、そして北海道を守ること、そしてこの食料供給基地である北海道、日本の食料供給基地の北海道を守ることが日本を守ることにもつながるという流れの中で私たちは戦ってまいります。新党国盛、新しい政党新党国盛と申します。皆様方には今後ともご支持ご支援よろしくお願いを申し上げます。ただいまご紹介をいただきました新党国盛、北海道を代表しております沢田と申します。新党国盛、新しい政党保守の政党新党国盛を立ち上げました。私たちは4年前からこの北海道の土地が危ない、北海道の土地がどんどん中国資本に買い進められている、この問題に関して規制をかけてくださいということで道議会また国会にも、言ってまいりました。しかし今の政権与党自由民主党はもう今や保守の政党でも何でもなくなってしまった、国土を守る、ふるさとを守るという意思が全くなくなったということであります。私たちはもうずっと4年前からこの北海道の土地が中国資本、中国とはどういう国かということも今説明をさせていただきますが、中国資本がほとんど中心に買い進めている、それも北海道の財産とも言うべき農地、水源地、観光地、そして自衛隊の基地の周辺の土地、そのようなところをずっと買い進めている。そしてどれだけもう買われてしまったかさえ、今の政権与党では理解をしていない、把握をしていないというのが現状であります。私たちはこの問題本当に大きな問題だと、土地を取られる、そして中国の土地は私たちには全く買うことができない、その中国が今北海道の土地を買い進めているというわけであります。そしてその中国という国はどういう国なんでしょうか。北海道新聞が書いております。ウクライナ、ウイグルですね、ウイグルで中国は民族浄化をしている国、これが中国だということであります。民族浄化をし、そして子どもたちを強制労働させ、そして親から離し、そして大人たちは強制収容所に収容している。で、強制収容所の中では、臓器移植、臓器摘出まで行っている。これが中国の姿であるということであります。私たちも、それはおかしいと、やはり、ウイグル人権非難決議を上げなければダメだということを声を上げて言っておりましたけれども、今の政権与党、そのウイグル人権非難決議一つ出すことができないんです。で、子どもたちが強制労働をさせられているウイグルで、私たちの仲間が今神奈川からウイグルから帰化をした江津さんという方が私たちと一緒に戦ってくれています。彼女の、街頭演説を聞いていただきたい。今ウイグルでどのようなことをしているか、中国がどのようなことをしているか、江津さんは本当に命がけで立ち上がってくれた。そして今やもうウイグルにいる親戚や両親とも連絡を取ることができない。それは危ないからです。連絡を取ると何をされるか分からない。そして習近平はウイグルではちゃんとうまくやってるという嘘をつき続けてきた。しかし新疆ファイルが流出したことによって、新疆の警察官、警察署長は
強制収容所に連れて行くときに不審な動きをしたら銃殺しろと、そこまで言っているんです。そのような国が着々と北海道の土地を買っている。このことに関して今の政権与党は全く何も声も上げなければ、規制もかけてこないというのが現実であります。私たちはこの状況を黙って見過ごし、そして子どもたちにこの大地を手渡すわけにはいかない。私たちの先人たちが本当に苦労し、血と汗と涙の中で切り開いたこの大地が今中国の資本の手に落ちている。このこと自体がおかしいでしょうと何回も言ってきたんです。もう4年前から言い続けてきた。しかし今の政権与党何も動きません。北海道を守るという意思が全く見えない。そこで私たちは立ち上がる決断をしたわけであります。新しい政党新党国盛り、今全国で、全国比例に2名そして選挙区で8名の我々の仲間同士が戦っています。このような形の中で少しでも日本の土地を守り、そして国民を守り、日本の主権を守る、これがもう政府の一番の大きな仕事である。その仕事さえ何もしていない。そして、国民に至っては北朝鮮に拉致をされたまま、いまだに800数十名特定失踪者を含めると800数十名の、我々の同胞が北朝鮮に拉致をされています。そして北朝鮮では拉致をしたと認めているわけであります。このような状況の中、私たちは何としてでも我々の同胞を、奪還しなければならない。そして北朝鮮が今日本海にミサイルを撃ち込んでくるこの状況の中でも、私たちは声を上げて何としてでも、我々の同胞をもう一度、奪還しなければならないということもあります。それからもう一つ、ロシアが今北海道は我々の権利だと言い出した。ロシアが我々の権利である、北海道は我々のものだというようなことを言い出してきた。このような現状の中でも本当に大変な状況の中で、なぜ政府は声を上げないんでしょうか。北海道選出の議員、また北海道知事が、ロシアの権利ではないと、北海道は当然日本の権利だということをはっきりと言わなければならないのに全く声を上げてこない。この現状の中で私たちは立ち上がる決断をしたわけであります。私たちはもともと自由民主党です。私は自由民主党党員でもありました。札幌は北区、新川の青年局長もやりました。しかし今の自由民主党がもう保守の政党でもない、この国をも守ろうともしない、そして国民を守ろうともしないのであれば、我々が立ち上がるしかないということで立ち上がったわけであります。中国は静かなる侵略をこの北海道で続けています。今中国では32番目の省が北海道だとまで言われ始めている。この現状の中で政府は何を守ろうとしているのか。この北海道の土地がなくなった時には、私たちの子どもたちがここをふるさととしている子どもたちの未来もなくすということになります。私たちはそれを、黙って見過ごすわけにはいかないという中で立ち上がったわけであります。このような話と、まだもう一つはですね、北海道の歴史改ざんがあります。北海道の歴史、アイヌの方々が先住民である、このような歴史を、今日本の中で国会決議をしてしまった。アイヌの方々が先住民であるという決議をしてしまった。このことによってアイヌの方々は鮭を取ってはいけない時期に鮭を取る、そして今や北海道の中に自治区を作れという話まで出てきた。そして今100年記念塔という開拓のシンボル、開拓の慰霊塔、感謝の塔、100年記念塔、今札幌は厚別にあります。その記念塔が壊され、静かに壊されようとしている。開拓という言葉を消したいというのが今の、その人たちの意図であります。そして開拓の歴史は侵略の歴史だったんだ、開拓の歴史は侵略の歴史だというようなレッテルを貼り出してきた。この中で、中国は土地を買い進め、そしてロシアは北海道は我々の権利だと言い、そしてアイヌの方々は、北海道の中に自治区を作れと言い出した。そしてロシアは千島が、我々の、ロシアの千島の先住民はアイヌだと言い出しています。北海道の先住民がアイヌ、この構図はウクライナと同じような構図になる可能性がある。その時にロシアが攻めてくる可能性があるわけです。その時に頼れるのは、アメリカだけである。しかしアメリカが本当にまだ守ってくれるんでしょうか。この辺りの問題も我々しっかり考えなければならない。その中で国防の義務は国民の義務、国防の義務は国民の最大の義務だという中で、私たちは自主防衛に入らなければならないということも、公約に挙げています。
自主防衛に入り、自分たちの国は自分たちで守る、そして核武装の議論まで含めた、そのようなことをしていかなければ、今や右にロシア、そして中央に北朝鮮、そして左に中国という状況の中で私たちは戦っていけるのかという現状がもう目の前に来たんだということを皆様方にお訴えをしたいと思います。尖閣では連日領海領空侵犯を続けている。そして先日の北海道新聞によればロシアの船まで参加をしてきた。尖閣がいつ落ちるかわからないという状況になっています。私たちは仲間と一緒に32回尖閣に船を出しました。漁業活動をするということの中で尖閣に32回船を出してきました。尖閣で漁業活動をすることが私たちの実効支配をしているということを見せる、中国にも見せるということでありますが、今や政府が行かせてくれません。尖閣の海には政府が行かせてくれない。そして今や尖閣の海には中国の海警局の 船が居座っている。この現状の中で実効支配がもう移りつつあるのではないかと思われるところであります。そしてアメリカに至っては、実効支配は日本が、いまだに実効支配は日本がしていると言ってくれていますけれども、領有権まで踏み込んだ回答はしてこない。これがアメリカのなかなか狡猾なところであります。そして中国が今海警局の船が居座っている状況が続くと、多分実効支配は中国に移るということになってくるわけであります。このようなもう四面楚歌の状況の中で、この国が真っ当な国にならなければ、例えば今ウクライナの女の子が左手を飛ばされている、あのような現実がこの日本の中で起きてくる。そして、今このような子どもたちが、国家が壊れると子どもたち全部の幸せが来る。それからシリアの難民の女の子が、お兄ちゃんがいなくなった、そして5日後にお兄ちゃんは臓器を取られてゴミ捨て場に捨てられていた。これが難民、国家がなくなった子どもたちの運命なんです。これが世界で今起きていることなんです。だから私たちは子どもたちのためにも孫たちのためにも、この国をしっかり守って、そして子どもたちの未来とふるさとを守らなければならないということで立ち上がったわけであります。新しい政党、新党国盛、新しい政党です。自由民主党がもう今や保守の政党でもなくなってしまった以上、私たちが保守の政党を作り上げ、そして立ち上がらなければならないという中で立ち上がったわけであります。新党国盛、北海道代表しております澤田です。私は今北海道選挙区から立ち上がっております。北海道選挙区、参議院選挙を戦っております。そして私の同志であります本間奈々、4年間一緒に札幌で毎週凱旋をやってきた本間奈々が今全国比例で立ち上がっております。できましたら我々新党国盛に一票入れていただき、国政に押し上げていただければ、私たちが政治とは何か、このような形の中で国を守らなければなぜ危ないかということを、しっかりと国会の場で、議論をさせていただきたいと思います。私たちは新しい政党新党国盛、新しい政党新党国盛です。できましたらご支持ご支援よろしくお願いを申し上げます。ただいまご紹介をいただきました新党国盛北海道代表をしております澤田英一でございます。新しい政党新党国盛を立ち上げ、私たちがなぜ戦わなければならないことになっているのかということでありますが、今やもう自由民主党が真っ当な保守の政党ではなくなってしまった。この国を守る意思も、この国土を守る意思も、国民を守る意思も全てをなくしてしまったということの中から、私たちが立ち上がらざるを得ないというところで立ち上がったわけであります。今北海道の土地がどん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 外国資本に買われている。中国資本、中国とはどういう国なんでしょうか。中国は今ウイグルで民族浄化をしている。その前もチベット、南モンゴルではもう言語を壊され、文化を破壊されている。このような状況の中、中国が今ウイグルで民族浄化をしている。北海道新聞も書いています。民族浄化、遠い民主化、民主化から遠い、その国、その中国が今北海道の土地をどんどん買い進めているということであります。私たちは何としてでもふるさとの土地、北海道の土地を守らなければならない。その中で特に中国が入り込んできているこの現状、また北海道の財産とも言うべき農地、水源地、観光地、そして基地周辺の土地、このような土地を買い進めてきている中国に対し、
私たちは何としてでも歯止めをかけていかなければならないと考えて行動を起こしたわけであります。北海道の土地が危ない、私たちの先人たちが本当に苦労し、私たちに手渡してくれた北海道という土地、この土地が今中国資本に、それもどれだけ買われたかはわからない、今の自由民主党政権はそれさえ把握していないというのが現状であります。私たちはもともと自由民主党の支持者であり、私は自由民主党の党員でもありました。しかしここまで来るともう自由民主党に支持をするわけにはいかない、自由民主党が真っ当な保守の政党ではなくなったという中で私たちが立ち上がる、その決断をしたわけであります。今このような現状の中、北海道の土地が着々と買われている、そして中国に至っては尖閣連日領空領海侵犯を続けている。今や昨日の北海道新聞によりますと、ロシアの船まで参加をし、尖閣に入り込んできているということであります。私たちは尖閣に32回船を出しました。漁業活動をするという名目の中、尖閣に32回船を出しました。このような中で私たちは尖閣を守るため、そして尖閣で実効支配が日本にあるんだということを訴えるために、尖閣に32回船を出し漁業活動もしてまいりました。しかし今もう尖閣の海には私たちは入れてもらえません。日本政府が規制をしてくる、そして尖閣の近くにはもう海警局の中国の船しかないんです。安倍首相は尖閣に公務員を常駐すると言っていた。ありがとうございます、頑張ります、ありがとうございます。安倍首相は公務員を常駐すると言っていた。しかし常駐しているのは今や中国 の、 海警局の船である。これが現実なんです。尖閣の海にはもう海警局の船しかいなくなったということは、下手をすると実効支配が中国に移ったということになるんです。あのアメリカでさえ実効支配は日本にあると言っていますけれど、領有権まで踏み込んでは言っていないということは、アメリカも中国に施政権が移ったという話になる可能性がある。この状況の中で自由民主党は全く何も手を打ってこない。尖閣に入ってくる中国の船に対し遺憾であるしか言わない。遺憾である、遺憾である、遺憾だけで守れますかこの国をということです。その他にもロシアが今北海道は我々の権利だと言い出している。ロシアがウクライナを攻めた、ロシアが我々の権利だと言い出している。そしてウクライナの国連大使は、私たちはロシアが攻めてくるのを分かっていた、だけども私たちは見ないようにしてきた、それがウクライナのがこういう目に遭っている現実なんだということを言っています。日本もそうなんです。全く見ないようにしてきている。しかしロシアは北海道は我々の権利だと言い出しています。そして中国は静かに侵略、北海道の土地を買い進めている。この現状の中で北朝鮮は日本海にミサイルをもうどん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 撃ち込んでくる。そして北朝鮮に至っては800数十名を超える日本人、我々の同胞800数十名を超える特定失踪者を含めると800数十名を超える日本人を拉致したまま未だに返していません。そして北朝鮮は拉致をしたと認めているんです。そしてその中でも6カ国協議、5カ国にしろと、日本を外せと言っている。アメリカが来てくれれば日本なんかなくてもいいんだという論理であります。これが世界の現実なんです。日本の立ち位置が今このままここまで落ち込んでいる。そして未だに自由民主党は中国で金儲けをし、そしてアメリカに軍事は頼っている。そんなうまい話があるわけがないんです。だから私たちは自主防衛に入らなければならない、自分たちの国は自分たちで守らなければならない、これが最大の国民の義務である、国防の義務が最大の国民の義務であるということであります。そしてその中、ロシア、北朝鮮、中国、核武装をしている国々と対面しているこの現状の中で、私たちは核武装議論までも含めた議論をしていかなければ、子どもたちに真っ当な国を手渡すわけにはいかなくなる。子どもたちの、未来も全て壊すことになるということであります。ウクライナの子どもたち、この間写真で9歳の女の子左手を飛ばされた写真が出ていました。子どもたちに被害が及ぶ、弱いところに被害が及ぶんです、国が弱くなると。それからシリアの難民のキャンプの中でお兄ちゃんがいなくなった、そのお兄ちゃんが5日後には帰ってきた時には臓器を取られ、ゴミ捨て場に捨てられていた。これが難民の子どもたちの現実なんです。そしてアフガニスタンでは親が娘を売っている、売らざるを得ない、これが国が壊れた
時の大変な状況、それはもう子供にしわ寄せが来るんです。だから私たちはまっとうな国を作って、私たちの子供たち孫たちの未来をしっかり作り上げなければならないという中で立ち上がる決断をしたわけであります。自由民主党、もともとは私も自由民主党党員でありました。しかし自由民主党がもうこの国を守る意思も、それからこの独立を守る意思もないのであれば、私たちが新しい政党を作り、そして戦っていくしかないということで決断をしました。この中で今回の参議院選挙、北海道選挙区から私北海道、新党国盛、新しい政党新党国盛北海道代表の私が参議院選挙を戦っております。そして私と一緒に4年間札幌の町で、毎週毎週凱旋を打っていきました本間7が全国比例で今戦っております。このような形の中で私たちはもしも新しい政党を作り、国を守らなければならない、国がなくなるとどういうことになるかということで、国盛、国を守るためにどのような活動をしなければならないか、国家がなくなることによって子どもたちがどうしても被害者になる、このことを何としてでも避けなければならないという中で立ち上がったわけであります。自由民主党、もうその意思も国家を守る力ももうなくなったということです。そして中国での金儲けのためにウイグル人権非難決議、この一つを出すこともできない。ウイグルでは子どもたちが強制労働させられ、大人たちは強制収容所に入れられている。そこでは臓器摘出までしている、臓器摘出を一つの産業にしている、それが中国なんです。その中国がこの北海道の土地を着々と買い進めている。今やどれだけ買ったかわからない、ニセコの土地ではもう日本の不動産会社が手をつけることさえできない状況になっている。この現実を自由民主党は全く放置をしたまま、中国での金儲けを優先し、また、一緒に、政権与党の中に入っている公明党に忖度をして中国に、ウイグル人権非難決議を出してこない、これが現実なんです。もう自由民主党はもしの政党でも何でもなくなったんです。だから私たちは立ち上がる決断をしたわけであります。子どもたちに被害が及ぶ、絶対子どもたちが不幸になる、もうそれは世界の今の混乱した国々を見ると分かるんです。そういうようなことだけは私たち大人、それを守らざるを得ないということであります。また北海道の土地は、先人たちが本当に血と汗と涙で切り開いてくれて、私たちに手渡してくれた、今や150年で、食料自給率 200%、 そしてこの国の食料供給基地になっています。この北海道という大地を切り開いてくれた先人たちのためにも、私たちはこの土地をもう一度子どもたちにしっかりと手渡さなければならない。その中で歴史がどんどん改ざんされる、愛の方々が先住民である、先住民決議を国会でしてしまったことによって、愛の方々は鮭を取ってはいけない時期に鮭を取り出している。今や北海道の中に自治区を作れ、アイヌ自治区を作れとまで言い出してきた。このような現実の中で北海道にアイヌ自治区ができたらどうなるんでしょうか。北海道に治外法権の地域ができる、子どもたちがこの北海道の中でまた難しい状況の中に置かれるということになるんです。だから私たちはアイヌの方々は先住民なんでしょうか。このことは学問的にしっかり検証してくださいと言っているわけです。しかしアイヌ問題にを口にするとヘイトだ、差別主義者だというレッテルを貼ってきます。しかし私たちはそれにひるまず4年間言ってまいりました。アイヌの方々は先住民なんでしょうか。鎌倉後期北海道の歴史に登場するアイヌの方々が先住民なわけがないんです。先住民は、縄文時代、縄文遺跡を見ても分かるように縄文人ということは日本人が、北海道の先住民であるということなんですが、観光立国を目指す前の政府菅首相の時にアイヌを先住民にしてしまった、このようなことによって結局歴史を改ざんしてきたわけであります。そして今札幌の100年記念塔開拓の、慰霊の塔でもあり、それから感謝の塔でもある、そして開拓のシンボルでもあります100年記念塔が今解体されようとしています。これも静かに解体に向かっています。原因は何か、老朽化と言っておりますけれども、私たちの調査でまだまだ持ちます。しかしなぜそのようなことをするのか、それはアイヌの方々が開拓の歴史は侵略の歴史だと、だから開拓にまつわるものを消せというようなことの中で開拓記念塔さえ壊そうとしている。
知事が決断すれば、鈴木知事が決断すれば守れるんですが、鈴木知事も次の選挙を考えているのか、中国側のお金を考えているのか分かりませんけれども、全く残そうという姿勢がない。それで今着々と壊されようとしています。私たちはこの問題も声を上げて反対をしています。何としてでも開拓記念塔を守る、そのことが私たちの先人に対する、先人たちの苦労に対する感謝と慰霊の気持ちであるという中で、この塔を守ってまいります。このような形の中で、今北海道の歴史も壊され、土地は中国に買われ、このような状況の中で自由民主党は北海道を守ろうという意思が全く見えません。 JR 北海道はもう廃線続き、ほとんど壊滅状態になっている。この JR 北海道に鉄道がなくなったらどうなりますか。北海道に住むことさえできなくなる。地方がどんどん衰退をすると、そこにまた中国資本が買収に入ってくる。この悪循環を作っているのが今の自由民主党政権なんです。だから私たちはもう我慢ができないということで立ち上がったわけです。私も札幌は引きたく、新川の青年局長までやりました。しかしもう自由民主党は真っ当な保守の政党ではありません。だから私たちは立ち上がったわけであります。皆様方には新党国盛、新しい政党です。新党国盛、まだまだ小さい政党ですけれども、何としてでも北海道を守り、日本を守る。北海道は日本の財産です。そして北海道が 22%、 日本の土地の 22% を占める。この土地が中国に取られるということはどういうことなのかということを、もうみんなで意見を言い出し、そして声を上げていかなければならない。今の自由民主党に異議申し立てをしなければならないと思います。今回の参議院選挙、公約を見てください。未だに自由民主党は寝ぼけたような公約を出しています。あんなことでもう国は守れないんです。私たちは何としてでも国土を守り、国民を守り、そして主権を守る、そして自主防衛に入る、どのようなことがあっても子どもたちの未来だけはしっかりと守るというような形の中で立ち上がり、また戦ってまいります。新党国盛北海道代表しております澤田と申します。もう一人私たちと一緒に同志の本間奈良札幌市長選挙、自由民主党公認で戦いました。その本間奈良も立ち上がってくれています。本間奈良は今全国比例で今全国を走り回っております。このような形の中でできましたら選挙区は澤田栄一、そして比例は本間奈良という形で投票していただきたいと思います。何としてでも私たちは北海道を守り、日本を守ってまいります。ご支援ご協力よろしくお願い申し上げます。ただいまご紹介いただきました新党国盛、新しい政党新党国盛の北海道を代表しております澤田栄一でございます。私たちは新しい政党を立ち上げ、今もう一度この日本の再生のために立ち上がったわけであります。まずは経済、先ほどの弁士の方も言っておりましたように、経済がもう25年から30年全く成長してね、30年前の世界 GDP 17% を占めていた日本の経済が今や 4% を切るという状況までなってしまった。この現実の中で経済をもう一度再生させなければならない。今の自由民主党がこの25年から30年経済政策が全く失敗であった、全く成長してないということであります。一人当たり個人の、満足度を示す一人当たり GDP はもう、世界3位、25年前世界3位であった GDP、 1人当たり GDP が今世界28位まで落ち込んでいる。今や1人当たりの所得は韓国に抜かれてしまった。このような現状の中、自由民主党がデフレの時にインフレ政策をずっと打ち続けてきた。このことによって日本の経済が全く成長していない、世界でも珍しい国になってしまったということであります。このようにして25年間で、個人所得160万が下がったとまで言われています。この現状の中、私たちは経済政策の中で、まずは消費税ゼロ、消費税をゼロにしましょう。このことによって1割、所得を上げる、所得を1割押し上げるということの中で、皆様方にまた経済の再生に向かって、内需拡大をしていきたい、このような形で経済を再生していくということであります。それともう一つは財政出動、このコロナの中財政出動をしない限り、この経済がもっともっと衰退している、
しまう。その中で私たちは、政府の赤字は国民みんなの黒字、政府の赤字は国民みんなの黒字という中で、経済再生のために財政出動をしてまいります。100兆円の財政出動によって、経済の再生また、内需拡大を図っていくということを目標にしております。経済政策はこのような形でまずは頑張っていきたい。そうしなければまずは経済富国、国が富まなければ、国民一人ずつがもっと貧困になる。そして今や子どもの7人に1人が貧困化、子どもの7人に1人が貧困化という状況の中、また正規社員でない、労働の調整弁と言われています、労働の調整弁と言われています非正規社員、非正規社員が今や 40% を超えてしまった。非正規社員が 40% をこの超えた現実の中で一人ずつもうほとんど安定した職に就いている人が少なくなってしまった。そして一人親になってしまうともっともっと大変である。そして先ほども言いましたけれど 7人に1人の子どもたちが貧困の中にあえいでいる。そしてその中で政府は外国人留学生を大切にし、外国人には14万の支給をしている。これは中国人を中心とした外国人の留学生には14万のお金を支払い、そして日本の子どもたちには奨学金といってサラ金まがいの金利までつけてお金を貸し出している。このような政策を打ち続けながら、真っ当なこの国の政府でしょうかというようなことをしているわけであります。私たちはこの問題に関しても子どもたちの未来、そして学問をしたい子どもたちにはしっかりと日本の子どもたちに手厚くをし、外国の留学生、それはそれなりにお金を持った人たちが来ているわけですから、その人たちは自分の国からお金をもらえばいい話なんです。だから私たちが目を向けなければならないのは私たちの子どもたち、その子どもたちの学問の費用、それに金利をつけて貸し出すという奨学金制度、これについてもしっかりとメスを入れていきたいと考えております。その他、今一番大きい問題は北海道の土地が買い進められている。それも外国資本、中国資本に買い進められているという中で、この北海道の土地がどん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 買われているという現状があるわけであります。自由民主党は今やどれだけの土地が中国の手に渡ったかさえ全く把握をしていない。これが政権与党自由民主党、それから公明党の政権与党であるということです。このようなことで北海道の私たちのふるさとを守ることはできません。何としてでも土地を守らなければまずはふるさとを守ることができないということになります。この中で私たちは、中国資本が買い続けている北海道の土地、それにはしっかり規制をかけてまいります。そう簡単に外国資本が買えない状況を作らなければならない。そして中国という国があのウイグルでやっていること、ウイグルの人たちを強制収容所に入れ、そして臓器摘出までしている、それから子どもたちに強制労働させている、このような現実の中で、北海道新聞はウイグルでは民族浄化をしているまで書いています。民族浄化をしている、そして遠い民主化の国であるというのが中国の姿であるということを、あの赤い新聞と言われる北海道新聞、赤の大地を作ったと言われる北海道新聞が書いているんです。民族浄化、それから子どもたちに強制労働、このような国が着々と北海道の土地を買い進めている。このことに関して私たちはしっかり声を上げてまいります。そして規制をかけながら北海道の土地がそう簡単に買えない、またあのような人権侵害をしている国に関しては、資産凍結をするというようなマグニツキー法、日本版マグニツキー法を制定していかなければならない。このような形の中でどん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 規制をかけ、もう一度北海道の土地を取り戻すということをやっていかなければならないかように思っています。その他にはロシアが、北海道は我々の権利だと言い出した、ロシアが我々の権利だと言い出した、そして先日は尖閣に中国の船と一緒に尖閣に入り込んできている、中国とロシアが手を組んで北海道を包囲し、そして日本を包囲する、この現状の中で私たちはどのようにこの国を守っていこうと考えなければならないのかということが今の自由民主党には全くないんです。金儲けのために中国に手を出し、そして国防の問題はアメリカに頼る、このようなわけのわからない政策の中で、アメリカもいつまで守ってくれるんでしょうか、この日本の国をいつまで守るのかということが問題になってくる。我々はアメリカの揺りかごの中でまだまだ打面を貪っているわけにはいかないんです。
12月23日の七面鳥という話があります。24日には焼かれる。それは炭で焼かれるか、それともオーブンで焼かれるかわからないけれども、その焼かれるその時が明日になっているにもかかわらず12月23日には気づかないという例え話であります。ウクライナの国連大使が言っておりました。私たちはいつかロシアが来ると思っていた。しかしなるべく見ないようにしてきたんだということであります。日本もなるべく見ないようにしている間にどん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 ロシアが、北海道は我々の権利、そして中国は静かに北海道の土地を買い進める、静かなる侵略、そして北朝鮮は未だに我々の国民同胞を拉致したまま返してこない。これが今の政治の現状です。これを全く進めることも解決することもできない。それが今の自由民主党並びに公明党の政権与党であるということであります。そして世界はウイグルで中国がやっていることに対してウイグル人権非難決議を出しています。しかしこの日本ではウイグル人権非難決議、ウイグルの人権が蹂躙されていますというようなことの決議を全く出すことができない。世界の先進国の中で日本だけが出すことができないんです。それは先ほども言いました、経済的な部分で中国に依存をしている、また経済界から中国に刺激を与えるようなことはやめてくれというようなこともあるんでしょう。この中でこのような国になり果ててしまったこの日本が再生するためにも、私たちは自分たちの足で国防を考えなければならない。国防の義務は国民の最大の義務、国民の最大の義務が国防の義務である。だからこそ権利がついてくるということなんです。権利、国防の義務なしに権利はついてこないということをもう一度我々は学習をしながら、そしてこの国を守るために、安全保障の上で核武装議論も含めた国防を、自分たちの自主防衛を進めていかなければならない時が来たんだと、かように思うわけであります。経済も衰退をし、そして安全保障もかなり際どい状況になってきた。アメリカがかなり弱ってきている。その中で中国、ロシアが手を組んでくる。この世界的な厳しい構造の中、私たちがこの世界で生き残っていけるのかどうか、ここでしっかりしなければ、国家がしっかりしなければ、結局は子どもたちにしわ寄せが来る。子どもたちが大変な目に遭うということは今回のウクライナの一件で分かったはずであります。それから政権与党以外の既成の野党が、共産党を含め立憲民主も、憲法に平和と書けば平和になるという寝ぼけたことを未だに言っている。憲法に平和と書いてあれば、じゃあウクライナは攻められなかったんでしょうか。絶対そんなことはないんです。憲法に何を書こうが攻めてくる国は攻めてくる。これが世界の現実、世界の常識、これが世界の本当に現実なんです。だからこそ私たちは自主防衛に入らなければならないということを言っている。憲法に平和と書くだけで平和が守れるわけではないんです。この国がなぜ今まで守られてきたか、それは世界5本の指に入る自衛隊という軍事組織、それを未だに嘘をついて自衛隊などというごまかしをしている。そして世界最強の軍隊アメリカ軍が駐留しているんです。しかし最後アメリカ軍の駐留が終わった時には、私たちはどのように守るのかということであります。軍隊を持たず自衛隊という名前の軍警察組織、そのようなものしか持っていないこの国が守れるんでしょうか。だから私たちは9条2項を削除し国防軍にし、そして核武装議論まで入らなければこの国は守れないということを皆様方にお伝えをしているわけであります。富国強兵、今の時代も富国強兵なんです。国を飛ばし、そして強い兵隊を持ち、国を守る安全保障と、これが対になって国家を守らなければ子どもたちが大変な目に遭うということであります。私たちは新党国盛り、新しい政党新党国盛りです。今自由民主党がもう保守でも何でもなくなった、その状況の中で私たちは立ち上がりました。新党国盛りは保守の政党です。新しい保守の風、新党国盛り。私は北海道代表澤田栄一と申します。今回の参議院選挙、北海道選挙区から立候補しております。そして4年間札幌で毎週毎週一緒に街頭演説会を開催をしてきた本間奈々が、全国比例で立ち上がっております。私たちの同志であります本間奈々。本間奈々も札幌市長選挙自由民主党公認で戦いました。しかし本間奈々ももう自由民主党はもう保守の政党でも何もな、何でもない、この国を守る力も意思も何もないんだということを、みんな共通の認識のもとに立ち上がったわけであります。
新しい政党新党国盛、この政党に期待をしていただきたい。で、私たちは何としてでも国を守り、そして子どもたちの未来を守る、北海道を守り、日本を守るという姿勢の中で戦ってまいります。私たちは新党国盛、北海道代表の私は澤田栄一と申します。新しい政党新党国盛、新党国盛にご支持ご支援よろしくお願い申し上げます。頑張れ日本。